私はプログラミングの姫野です。皆さんとこうコミュニケーションを取りたいなと思って質問を考えてきましたんで読み上げたいと思います。自分で質問を考えて自分で回答します。姫野さんの動画いつも楽しく拝見させていただいております。あ,ありがとうございます、えー。姫野さんはそもそもどうして組み込みエンジニアになったんですかということですね。 あそうですね。なんか私が組み込みエンジニアになった理由って全然話してなかったですよね。えっ、ー、と、私がなんで組み込みエンジニアになったかっていうと、まあ、結論から言うと、もうたまたまですね。えっ、ー、と、私はもともと理学部科学科の出身で、まあ、大学院まで行きました。それで就職するときに電気計測機器のメーカーにエンジニア職として入って、 りました私電気分かんないし、プログラミングもやったことないしっていう感じだったんで、まあそんな感じだったんですけど、まあとりあえず入社したと。その技術も営業も、なんか製造も全部やってるんですけど、まあ中でも技術職が一番なんかその会社の中の、まあカーストが高いんですよ。で、そのカーストの中で、エンジニアの中でもさらに トップにいるのがハードウェアできるエンジニアで、まあ、みんなそっちを目指したがるんですよね。なんで、まあ、プログラム作る人っていうのがいなくて、私配属された時に、その配属先の課長から何やりたいかって言われて、まあ、何でもいいですって答えたら、その人が足んなかった、プログラム作る、その組み込みエンジニアになったっていう感じですね。まあ、その過程で、まあ、電気のことも学びながら今に至ると。 いうところです。そういう感じなんで、だいぶ最初は辛かったですよね。出社した年と翌年なんてのは、結構そのストレスで、なんかビラン性胃炎って言って、なんか胃の、その、なんだ、表面、胃カメラやったことある人だったらわかると思いますけど、なんか胃の表面って結構こうビラビラになってるんじゃないですか。あのビラビラのこの上の突起部分のところに沿って、なんか血があってもうブワーっといっぱい出てるんですよね。でもう、 そんな感じだったんで、体重も来たし、まあ、ストレスで、その、ちょっとこれ私見づらいかもしれないですけど、結構私白髪全体的に白髪になってて、もうこの側頭部とか、もうほぼ全白髪。なんで、うん、まあ最初はだいぶきつい思いをしました。まあ、なんですけど、まあ、人間やれれば何でも慣れてくるもんで、まあ、3年目、4年目とかになってくると、もうだんだん、 自分のレベルも上がってきて、製品を任せられるぐらいになったかなっていうところですね。なので、あの、組み込みエンジニアって、なるのにハードル高いとは思うんですけど、興味があれば組み込みエンジニアになってみるのはどうかなと私は思ってます。これから AI、IoT で需要が絶対ありますからね。カバーする範囲は広いけど、まあ、やればやっただけ、アドバンテージになりますからね。いいと思いますよ。 ということで、えー、っと、まあ、そういうことで組み込みエンジニアになりました。えー、その他何か聞きたいことあれば、あの、コメント欄に質問いただければと思います。えー、寒くなってきましたんで、ちょっと体調を崩さぬよう頑張っていきましょう。えー、それでは、失礼します。